珍道中なんですけども、今回はちょっと趣向を変えまして、はい、スタジオからスタートさせていただきたいと思います。はい、ゆうさん、ばあさん、ビアガン15周年、本当におめでとうございます。どうもありがとうございます。さあ、そして、なんとこの珍道中もですね、なんと5周年なんですよ。おー、おめでとう。そして、珍の相方のバン君は、なんとビアガン第1回目からの出演ということですね。そうなんですよ。はい。そういうことですね、今回は、珍道中内のバン君にフォーカスしたVTR をまとめてきました。ありがとう。ちょっと昔の映像をご覧いただきたいと思います。それでは VTR どうぞ。おお、15年、どこやったかな。おっしゃー、1位1回目なでございます。バンちゃんよちゃんのさすらい珍道中でございますね。はいはい、それではバンちゃんよちゃんのさすらい珍道中どうぞ。浮いとったな。さあ、わかりました。ちょっと細いわ。第1回目になりますけども、すっぽんだ。そうか、すごいな。これギロチンやん。そう言ってみたら、これギロチンチャーハンって書いてますね。これは辛さのランクです。辛さのランクですね。あのお客さんのね、リクエストとかも増えてきたんで、ちょっと遊び心も入れながらちょっとやってるんですけどね。見た目はここからみんなクラウミーってなった。めっちゃ突き刺さった。クラウミーですよ、これは。そうそう、行ってきます。行ってきます。あの辺に行くみたいな。新鮮なリアクションやな。危ない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 。違んない人のチャームか。辛い。おー、どういうこと。おい、なんでやろ。なんやろこのコーナー。で、それを見てる人もこう楽しくなってもらえるような番組をね。はい、どんだけ辛い。いや、ほんまに。おお。本日は、京阪坂本駅にやってまいりました。バンちゃん、はい、何ですか。まあまあ坂本といえばね。どういうことですか。あの いい山城もいっぱいあるということで、どっか行ってもいいのかなと思って、もう昨日からワクワクして、ちょっと気なまるの格好ですけど。でもはい、宇佐山にやってまいりました。はい、ばあちゃん、はい、一体ここ何なんですか。森ですよ、ただの。やっぱりね、石垣石垣と来てますからね、はい、ちょっと最後は、石垣を見て締めようじゃないですか。わかりました。はい、宇佐山城、はい、攻めに行きましょうか。行きましょうか。はい、じゃあ行きます、はい、行きます。すごいよこれ。宇佐山城はね、浅井朝倉が入ってたときに、こんなとこも危ないと言ってこうとしてなかったんですよ。山城の形としては、ベッドの形です。ベッドを上に突っ込む。これ道なんですか。山やでしょ。バンちゃんがめっちゃ元気。山城では早いんや。ここが浅井山城で一番の見どころであります。はい、石垣。うわ、あんなこんなとこ。2回目から白白言うてますからね。これを見に全国の城マニアたちは来るんです。これを見に来るんです。これを見に。感動した。バンさん、雨やね。はい、どういうことですか。見てください。バンさんの愛犬も一緒に、はい、バンさんの音楽を聴きながら高島に満足しやすい。完全に車内がバンワールドで、こうすごい気になったのは、はい、なんとこれドッグメニューというね、犬用のお食事メニューが、うわ、むっちゃたくさんあるやん。そう、すごいな。これドッグメニューかなり珍しいと思うんで、バンちゃんちょっとあれ行ってみましょう。自分の犬でもう手いっぱいですから。あ、ここで来ましたよ。はい、こちらはワンちゃんのミートローフのレギュラーです。骨の形、これ、はい、ね、人参が骨の形。
超美味しそう。いいじゃん、もちろん作れてるわ。こんな感じですよ。自分で行くんかい。お肉の中にいろんな野菜の旨味が混ざってて、すごく美味しい。はい、ささえ珍道中、ばあちゃん、今日は一体どこに、今日は、ね、どこですか。僕の出身の、はい、花園大学。おー、花園大学。なんか美学やけど、いいんですか。京都ですよ、ここは。町屋ギャラリー妙芸って言ってね、僕学生の時からコンサートずっとさせてもらってて、お世話になってるところがあるんですよ。たまり場ですね。ほな、まあじゃあその、うん、妙芸行きましょうか、はいはい、新入生歓迎コンサートとか、追い出しコンサートとか、年間3回ぐらいは使ってる。へえ、うん、じゃあ結構昔からバーンさんのことはご存知や、うん、そうですね、あの意見怖い顔した、ね、痩せてる、すごい、ちょっと可愛い。せっかくやし一曲ちょっとやってみてくださいよ、あの頃のように。初めに挑戦するメニューはしゃぶしゃぶで楽しみたいと思います。しゃぶしゃぶとな。じゃあいただきます。おいしい。うん。あ、なんやっぱ匂いあるな。もわっとくるわ。バンちゃんが食べると。バンさん何食べても一緒でしょ。全然平気。ブラックバスのしゃぶしゃぶですか。続いてブラックバスのフライ、これはなかなか美味しそうだ。わあ、これは食べれる。うん、うまい、うまい、これうまいわ。そう、うん、全然美味しいよまあでもこっちの方が美味しいよね。うん、揚げたら全然臭くなくなるよ。やっぱり揚げなあかん、うん、うまい、うん、あ、お、おいしい風味に変わってるな、うん、おいしい。チンミやね、チンミやね、うん、今日初めてチン出たな持ってへんよ今日今日持ってきてない。バカ野郎取り返れもう最近持ってきてないことこちらがプロンペンの最大の市場、セントラルマーケット。観光客向けのお土産をはじめ、日用品や食料、飲食店まで何でも揃う巨大なマーケットだ。すごい、何撮ってるよ。出た出た、来たわ。あ、はい、虫向こうでは普通やからね、これ。ビールのつまみやお菓子のような感覚で食べられているという。バンちゃんは蚕のさなぎを試食。うん、サラダ味こちら、面白いね、バンちゃん。硬いからもっとカリッと揚げたら全部サクサクと食べるのに、ちょっと中途半端にこう柔らかいから口の中に刺さったり、噛んでもなんか硬いまま口に残る感じ。現地の調理法にダメだし。いやー、面白かった。海外も行きましたね。どうですか、バン君。ユウさんもヨウちゃんもありがとう。これからも頑張ろう。いや、バン君ね、なんかね、ほんまね、ロケ行ったらようこけるんですよ。しょっちゅう怪我してる。そんなバン君に今日はプレゼントです。おー、ヨウチンちゃん、はい、食べてください、食べてください。これほんまに辛かった、痛い、はい、痛い。はい、ということで、はい、ささえ珍道中、これからもゆるく頑張りますので、よろしくお願いします。